昭和36年創業、草加せんべいの丸草一福。草加せんべいを作る企業としては比較的新しく、差別化を図るため独自のこだわりでせんべい作りをしています。実は丸草一福は、元は草加でお米作りをしていた農家が起業した会社。それだけに原材料となるお米の品質には何よりもこだわり、埼玉の美味しい一等米だけを使用しています。丸草一福の伝統の味を守るために、お米の水分量というのが毎回毎回違いますので、柔らかさ、硬さ、粘りというのを繊細にチェックしながら作っています。せんべい作りは一枚一枚時間をかけて丁寧に仕上げていく製法を守り続けています。例えばせんべいの生地は機械で1日乾燥させた後、7日間かけて自然乾燥させます。低圧蒸気の熱でお米の味を損なわないように、生地の音を聞き分けて乾燥の具合を確かめながら時間をかけて乾燥させています。焼く時も手焼きに近い焼き方ができる機械で何度も何度も返し、膨らんだら押しながらゆっくりじっくり焼いていきます。幅広い世代の方に草加せんべい知っていただきたいと考えておりまして、手焼きの体験ですとか、イベント等へ積極的に出店を行っております。ぜひ丸草一福の味を知っていただきたいと思っております。心を込めて草加の伝統の味を守っています。